最終日頑張ろう、まこもちゃん。今日はですね、生誕祭イベントラストってことで、とりあえず何も予定もなくつけました、はい、ちょっと垂れ流しでもちょっとやっておきます。すごい浮かんでる。おー、職人マンさん、ジャーン、ありがとうございます。あゆみちゃん、スコア0になってるよ。メダル登録して、ちょっと頑張っていきましょう。ニュースリーで、そうだ、ネタ？ネタかな。今日日曜日でしょ。ちょっととりあえず風呂入ったり、風呂入ってる時に考えれば予定を。うん、日曜日だね。ちょっと最終日なんかするか。うん、最終日。ドライブ、車壊れてるよ。デート、車壊れちゃってるから、明日は忙しいんだよ。ちょっと。月曜日だから役所行ったりとか、いろいろしないといけないから。うん。ありやし。車ないでどうするの？タクシーか歩いていくしかないよ。うん。車変えよう。いや、修理する方向で行く。車は修理する。浅草行ってどうするの？日曜日も違う。明日行くんだ。ランランルーちゃん、ドーン。ありがとうございます。ありがとう。次よ。チキャーン、ルーちゃん、ありがとうございます。ちょっとチキャーン、おお、チキャーン出遅れてるんで、チキャーン、すごくない？ランランルーさん、チキャーン、すごい爆投げ、久しぶりに見た。やったぜ。最近飛ばなかったから、ありがとうございます。チキャーン、まあすごいわ、爆投げ。チキャーン、チキャーン、マユは二日酔いです。チキャン、すごい。わあ、すごいわ。チキャン、どうした？チキャン、チキャン、どうした？ちょっと、どうした？やったぜ。ありがとうございます。すごい。シャツ欲しい？うん、10個投げた。シャツ送ろうか。うん、10個投げた？何個投げた？数えるか。それか。3、4、5、6、7、8、9、10、10個ね。うん、じゃあ、DM 送ってきて、じゃあ。DM。郵便番号、住所、氏名、送ってきて。送るね。ありがとうね。あと、ステッカーも入れとくね。うん、力技したか。なるほどね。じゃあ、チェリコ、メンバーシップ、アイコン外れてるよ。抜けたの。
今ちょっと見てみるか。昨日寝てたら前に何回も何回も起こされました。いきなりやばかったの。物を落としたりするやつとか、なんかうどん作ったら食べて食べてとか、散々起こされてもわけがわからん。お前もう寝ないの？俺寝てなくない？寝てないの？寝たよ、配信終わって寝て何時間寝たの、うん、昨日何時に終わったのか覚えてないの？あのそうめんだよあれ。いやうどん作ってたよねみんな。いやあれ、あの残り物のそうめんだよ。あ、いやちょっと何だっけな、何をするんだっけな。ああ、メンバーシップ見ました。もうなんか風邪とかもう体がおかしい。もうイガイガする。胃が痛いし。あれメンバーシップ減ってないな、人が。メンバーシップ減ってないわ。すぐ減らないのかな。え、うどんとそうめん食ったの？うどんはじめ作ってたよな。じゃあ2杯食べたってこと？うどん作ってそうめん作って、まばれうるさかったよ本当に。今日も飲むの酒？飲まないよ。でも曜日決めてよ、週末とかさ、うん、あともう、あの久しぶりに飲みたくなっちゃった。ちょっと起きたら掃除するわ、もう汚いからね、俺がするわ。マジ？今日掃除デーだわ。掃除デー。うん、ちょっと断食しよう。断食。麺は食べたくないから、こいつも。うん。あと今日決めた。今日は決めました。眉に BTS メイクしてもらう。うん、髪型もあるから。でもゼロワン、あのさ、ファンデーションないんだよこの家に。 BTS メイクしてもらう。コンシーラーもないよ。買えばいいじゃん。歩いて薬局行くの？薬局とかコンビニとか売ってるっしょ。あ、そうだね。うん、ジミンにしても。あ、いいね、ジミン。うん、ジミン目指すか。うん。あーね、カラコンないよ。でもゼロワン、うん、カラコンない。カラコンいらないよ。いや、いるから。じゃあ、職人マンさんいる？絶対いるよね。地味になるわ。職人マンさん、誰かドンキ送って。車壊れてるから。ドンキホーテ、誰か車で送れん？誰かいない？ドンキホーテ行く。節約生活するよ。でも配信の経費は仕方ないっしょ。なんでファンデーション持ってないの？何がいるの？ファンデーションと風呂入ってこいや、臭いから。コンシーラー。ああ、ファンデーションとコンシーラーね。地味大西メイクじゃないよ。地味になるんだよ。今日は自分で頭洗うの？お風呂入ってないの？入ってこうやよ。車手配しとくで。誰かちょっとドンキ送ってくれん？
ドンキ探せば。ドンキ？ね、かっこよくなって一気に。あ、あった。あ、でもこれじゃダメだよな。これじゃちょっとさ、ナチュラルすぎんじゃないのこれ。これもうちょっとさ、ナチュラルかなこれ。それでいいわ。これね、入ってるかわかんないんだよ、つけてるか。誰かドンキ日曜日休みの人送ってくれん。2.3 キロ。車で8分、徒歩39分。ダイナマイト、いいよ。ドンキ村、地味になって BTS 踊られるわ。腫れてますよ。日に日に顔が違う。この前まで可愛かったのに。な、煮すぎっていうか、疲れと、あと食いすぎ、あと寝不足。寝てるよね。そういうの。うん。あとストレス。